これマジなんですけど、ジャンソーで竜椅子を出しました。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。最近ですね、これ写真なんですけど、はい、調子乗ってますね。搬送2回したんですけど1回も上がれなかったんですよ。最後の最後に竜椅子だけ上がって、次の日外に11時間立ち続ける仕事で申し死にそうになりましたね。そんなことはいいんですよ。こんなリクエストです。タックさんこんばんは。こんばんは。最近オンラインゲームにドハマりしていて、そこで友達もかなり増えました。オンライン上で完結する人間関係は楽だななんて思っていましたが、ネット上のコミュニティが現実と同じぐらい面倒なことに最近気がつきました。そこで過去にモバゲーで小説を書いていたタックさん、ネットゲーやソシャゲが原因で起きた事件、事故などがあればぜひ調べてくださいということなんですけど、なんで知ってんの俺。いやこれマジなんですよ。内容がですね、事故で死んで目が覚めたら砂漠にいるんですけど、ずーっと歩き続けるんですよ。で途中で書くのやめたんですけど、オチもちゃんとあったんですよ。歩いて歩いてずーっと歩いて、ようやく水を見つけるんですよ。一口飲んだら次は森に飛ばされるんですよね。また森をずーっと歩き続けないといけないってやつなんですけど、そこ実は死後の世界っていうありきたりな設定なんですけど、ただ地獄だったっていう設定で、そこから冒頭の事故シーンに戻るんですけど、実はこれ最初に惹かれて死んだんだろうなって読者を思わせておいて、実は自分の飲酒運転が原因で事故を起こして自分も死んでたってやつなんですよ。よくサンズの川で渡ろうかなと思ってやめたら目が覚めるとかあるじゃないですか。それをミスリードにした大どんでん返しみたいな。ちゃんと考えてたんですけど、僕以外誰も見てなかったんでやめました。はい、昔から僕結構過去の好きだったんですよ。ちょっと全然関係ないですけど、今日はですね、こういったオンラインゲームとかで起きたとんでもない事件紹介するんですけど、まず最初にですね、世界最大のオンラインゲームの事件と呼ばれているのが BR5RB の大虐殺、イブオンラインの大虐殺って呼ばれてるやつなんですけど、これあんまりね知ってる人いないと思うんですよ。っていうのも海外で結構人気なゲームなんですけど、これが2003年3月アイスランドの CCP ゲームズによって公開されたイブオンラインというね、宇宙を舞台にした MMORPG 内で起きたゲームの戦争なんですけど、この事件がですね、ゲームの公開から11年後の2014年に起きたもので、 CFC と N3 パンデミック&レギオンっていうね、2つの巨大勢力がゲーム内にいたんですけど、 N3PL レギオンの方が重要拠点として BR5RB っていうところを支配していたんですよ。ただそこの管理というか防衛を任されていたプレイヤーが維持費の支払いをですね、ちょっと失敗しちゃって、家賃みたいな、その結果この場所の領有権が消滅するっていう一大事が起きたんですよ。敵からすると、もうどうしたっつって、奪うチャンスだーって起きたんですね。急激に始まったもんでして、このゲームにとっては世界レベルの最悪なミスでして、この大戦争を引き起こすトリガーになりました。これを知った CFC はうわーって勢いよく攻撃仕掛けて、そうなるともちろん俺ら抵抗するでなりますよね。この戦いの前にですね、 HEDGP の戦いって呼ばれてる戦闘があって、この時に一隻だけでもリアルマネードル換算で3000ドル以上はかかるタイタンを含む戦艦などを配置したレッキングボールっていうフォーメーションを取っていて、最強の戦闘フォーメーションを作り上げていたんですけど、今回もそのフォーメーションを活用してタイタンを含む戦隊を多数動かして大激闘を繰り広げます。ただこの激闘によってですね、 CCP ゲームズのサーバー負荷を軽減するソフトウェアが稼働して、一時的に現実で10秒かけることでゲームの世界が1秒進むという仕様に変更されたんですよ。これは長なるぞっつって、そんな大戦争およそ21時間続きました。ただ実際はこの戦闘強制終了されたんですよ。っていうのも、あまりに急激にゲーム内の変化がありすぎて、イブオンラインが緊急メンテナンス入ったんですね。サーバーがオフラインの状態になったためですね、全プレイヤーが強制的にゲームから弾き出されて、この戦いは幕を閉じました。これはですね、 BR5RB の大虐殺と呼ばれるようになりまして、75隻ものタイタンが撃沈されていたんですね。それを祝してじゃないですけど、こんな大規模な戦争はもう起きないだろうということで、 CCP ゲームズがこの戦争を記念してタイタンの残骸を催したモニュメントの設置を発表して、後のアップデートで導入されました。当時ですね、 N3PL のメンバーだった人物が、当時は CSC が買っていたと、ただ僕らは全員でログインをして流れを変えることに成功していたんだけど急にオフラインになったと語っています。結果的にこの戦争では課金額ですよね、日本円でいうと4300万円ぐらいの損失を被ったと考えられていて、この戦争が世界的にも話題になりまして、経済学者のエイジョルフル・グズムンドソンさんがですね、大真面目に、この戦争は体を張った現実世界の戦争と同じようなもので、現実世界や仮想世界であっても人の働きが生み出した経済的な価値だと語っております。ただ3年前ですね、大晦日このイブオンラインでまたこういう戦争起きたんですよ。これだけ参加プレイヤー5000人以上、大規模な戦争を繰り広げられまして、日本円で5000万円以上の損失を叩き出しました。なのでさっきの記録を塗り替えてギネス記録に登録されたんですね。これがネットゲー史上最大の戦争とされています。次にゲーム内で起きたちょっと変わった事件でいうと、汚れた血事件というのがあって、これが2004年にですね、アメリカのブリザードエンターテインメントが開発した、世界一プレイヤーが多いことでも知られている MMORPG のワールドオブウォークラフトというもの、 WOW ですね。ここであるボスの呪文とゲームシステムのバグのせいで、あのウイルスと酷似してる実
件が発生したんですね。この事件発生したのがこのゲームの公開から約1年後となる2005年の9月。この会社はですね、新しいダンジョンを制作して、そこにハッカルというボスを登場させたんですね。このボス、この事件の発端なんですけど、コラプテッドブロード、これ翻訳すると汚れた地を意味する呪文を唱えてくるんですけど、これ何かというと、エリア内のプレイヤーに数秒間200ポイントほどのダメージを与え続けて、そのデバフをですね、周囲のプレイヤーにも感染させるという効果を持つ呪文だったんですけど、本来だったらそのものを破壊したりとか、この効果が治るまで待ったり、ダンジョンから離れることで効果が解除される仕様だったんですけど、ちなみにこのゲームっていうのは何回死んでも蘇生するという仕様があったんですよ。死んでも呪文の効果が解除されるんで、あ、もう解除めんどくせえと思った場合はですね、プレイを放置して死亡するまで放置するっていうのも解除方法の一つだったんですけど、ただこのダンジョンとボスの実装当初ですね、とあるバグが発生したんですよ。っていうのも、このゲームプレイヤーと共に戦闘を行う任意のタイミングで召喚と帰還が可能なペットとかミニオンと呼ばれてる NPC がいるんですけど、この呪文を食らったらプレイヤーと同様に感染する仕様になってたんですね。感染した状態のペットを帰還させてダンジョンから立ち去って別の場所で召喚すれば感染は解除されるはずだったんですけど、なぜかペットは感染した状態で姿を現すんですよ。ってことはですよ、ボス以外のエリアでこのペット召喚するとですね、ボスのとこ行ってない人まで感染していくんですよ。これが引き起こされてゲーム内でパンデミックが起きます。いろんなプレイヤーたちがダメージを受けながらバタバタと倒れていくんですね。特にもうレベルが低くて体力の少ないプレイヤーがこのダメージを一発受けただけで即死するっていう状態になって、生きては死んで生きては死んでっていう地獄の無限ループを体験しました。ただショップ店員とかの NPC とかは死なないように設定されていたんですけど、ペットと同じように感染したんですね。そんな状態になったもんだから、もう好奇心で危ないと言われてる地域に感染して、またその感染を広げたりとか、さらにですね、感染した状態でいろんなマップを走り回って感染エリアを広げた悪質なプレイヤーとかも現れて、これがきっかけで都市の道路に何百体もの遺体が横たわるという目撃情報も寄せられました。この諸悪の根源ハッカルなんですけど、この仕様でブリザード社はですね、なぜ自分たちが死んでばかりなのかという抗議の電話が寄せられて、問題が修正されるまでこのゲームは遊ぶのをやめるというプレイヤーが続出しました。ようやく1ヶ月後このバグが修正されたんですけど、この事件がですね、アメリカのタフス大学の疫学者でもあり、このゲームのプレイヤーでもあったエリック・ロフグレン氏、当初のプレイヤーたちの反応に強い関心をしまして、ニーナ・フェファーマンという方と共にですね、この事件を扱った論文まで発表しました。世間からですね、この事件の感染していくっていう部分に注目が集まって、あのコロナの騒動と似ていると話題になったんですね。っていうのもゲームというのはですね、すでに娯楽の域を飛び越えてまして、この現実世界にも影響を与えてきてるんですよね。ゲーム依存で人生めちゃくちゃになったという人もいれば、こういったゲームを使ったリアルの犯罪っていうのも起きました。っていうのもこのゲーム自体がですね、 PC とか何か決まったデバイスだけではなく、皆さんが日常的に持ってるスマホでもプレイできるようになって、その短さからその数は急増したんですね。2018年には代行サービスっていうものが出て、他人のモンスターのアカウントを200件近く運用していた男が不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕されています。さらに2022年には当時キャバクラでアルバイトをしていた男が客のクレジットカード情報を撮影して、その情報を使ってソシャゲの課金アイテムを購入したという罪で逮捕されました。小学校中学校高校生のオンラインゲームやソシャゲに関する問題について、2018年度では1957年、その2年後の2020年度は3723件も報告されています。この大部分を占めていたのが親のクレジットカードの10万円以上、そして50万円未満の無断使用でした。このお金を使うぐらいだったらいいんですけど、過去には知り合って殺人まで発展したという事件も2007年に起きました。他にもゲームきっかけで結婚するという人も増えましたよね。いい方でいくと、その代表的なのが荒野行動ですね。荒野行動をプレイして、俺は今夜行動つって、やがましいは楽しいですけど、でね、僕は4年前ぐらいですかね、リスナーを募集してゲームを一緒にやってた時期があるんですけど、そこでね、カップル生まれて、マジで去年ですよ、今年だったかな、結婚しました、ありがとうございましたって報告が来たんですよ。びっくりだよおじさんね、結婚式呼んでくれって言ったんですけど、ただやはり全てがうまくいくわけではなくて、2019年の11月、小6女児誘拐事件というですね、当時12歳の女児が35歳の男に誘拐された事件起きました。この女児はですね、事件の2年前から荒野行動で夢中になっていて、それに関する書き込みを投稿していたんですね。一緒に誰かしませんかと。このゲームをきっかけに男と SNS でつながって DM をして、そこから顔を合わせたんですけど、12歳と35歳だったんで誘拐事件として捜査されたんですね。さすがに12歳は誘拐になりますわ。他にもフォートナイトっていうものでもトラブルが起きてて、当時17歳だった海外在住の少年が1日もう12時間ぐらいフォートナイトしててハマりまくってたんですけど、まだ俺には足りねえっつって、不眠不休でどうにかプレイできないかということで危険ドラッグにまで手を出したんですね。ふとある日、自分のボロボロの姿を見て我に返って絶望して自殺未遂を図りました。ただ寸前のところで父親に止められて、現在では一般的な生活が送れるように治療を受けています。他にも2018年、アメリカのニューヨーク州に住んでいた3人の子を持つ当時45歳の男がフォートナイトにドハマりして、自分を倒した11歳の子供にブチ切れたんですね。お前の家行って撃ち殺して学校で殺しちゃってもいいぞっつって大声で脅迫して、それが脅迫になって間もなくして男は逮捕されました。恥ずかしいってお父さん。これ以外にもですね、もう勝ちたいという欲が行き過ぎて、 e スポーツチームのフェイズクランのメンバーの一人がチートを使ってフォートナイトから永久追放されたという問題も起きてます。こういった勝ちたい欲は度を超えて殺人にまで発展することがあって、
それがガンダムオンライン死傷事件ですね。2013年埼玉県において、機動戦士ガンダムオンライン、これをプレイしていた当時31歳無職斉藤純一という男、当時32歳の知人女性を包丁で刺して殺害するという事件を起きました。この二人は2001年ゲームセンターで知り合って、それ以降も交流を続けていたんですけど、互いに自宅でこのオンラインゲームをプレイしていた時ですね、音声チャットでお前弱いわ、やっぱ使えないわっていう罵り合いが始まったんですね。でそれが喧嘩になって、お互い決着つけようぜっつって、男性が斉藤の元に車で向かって停止させて近づいていったんですけど、斉藤は持っていた包丁で突き刺して、この男性は死亡しました。この犯行後に斉藤自らが父親に告白したことで発覚して、警察に対し以前に男性から殴られたことがあって、やられると思って刺したと話しています。殺すつもりはなかったとして殺意は否認しました。他にもゲームのやりすぎで死亡したっていう事故で言うと、2015年当時17歳のロシアの少年が突然亡くなるっていう事件がありました。この少年足の骨を折って、その期間はゲームしかすることがなかったんですよね。結果1年で2000時間以上プレイしたんですけど、このゲームをプレイする際ですね、足が動かせないってことで同じ体勢を維持していて、それによってエコノミークラス症候群という病気にかかって死亡したんですね。この病気、食事や水分を十分に取らない状態で長時間足を動かさないということがあって、血液が固まりやすくなって血栓ができて肺の血管を塞いだというものです。他にもイギリスで2011年、1日12時間以上ゲームをプレイしていた20代の男性が突然死亡するという事件が起きました。この男性ですね、近くにあったガムを取ろうとした瞬間崩れ落ちるように死亡したんですけど、この死因が肺塞栓という病気でした。これがさっきと同じようで、足の血液の循環悪くなって肺の動脈に血栓とか固形物が詰まって心肺停止するという病気です。っていうのもですね、ゲームを長時間プレイすると興奮物質が出て疲れを感じにくくなって、さらには脳が興奮して思うように休むことができないんですね。それに加えてスマホとかパソコンとかの画面からはブルーライトが出ていて、それをむやみに浴びると不眠症を引き起こす原因とかにもつながります。このようなことからゲームのやりすぎっていうのは健康上も望ましくないので、ゲームはすごい楽しいし今後もっとすごいゲーム出てくると思うんですけど、ただやっぱ少しでもね自分の生活に悪い影響が出てるなと思ったら離れるようにしてください。大丈夫です。僕たちには人生という高難易度のゲームが待っていますよ。今日は以上。皆さんが狂うほどハマったゲームありましたらコメント欄までお願いします。僕は PUBG ですからね、事務所総出でやってましたから。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。